はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第23弾をお送りします。で、今回この2問をやっていきます。なのでぜひね、ここで動画止めてもらって1回チャレンジしてみてください。で、やった後にちょっと分かんなかったりとか不安なのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますね。で、ちなみに今回はですね、2番は難しいです、割と。で、1番なんですけど、こうちょっとね、難しい、1番にしてはちょっと難しいというか方かなと思います。もっと簡単な丸1番もあるんで、結構ただ数学が苦手な方なんかも取れるようにしてほしいです。1番はまあ死守かなっていうレベルなんですけど、まあぜひあのね、1回目解けなくても構わないので、確認してもらったと、確認してもらった後にやり直しとかでぜひね、できるようにしてみてください。よっしゃ、行きましょう。多分ね、結構長くなるんですけど、これまず1番から行くんですが、今回あれ、あったまずいつも言うように、こう左上、問題文の左上にね、載ってる情報をこっちに移します。こう読んで確認してって毎回やるとめんどくさいので移していく。で、こっち1番、こっち2番用に説明しますね。ちょっと両方移しますけど、ただ問題文確認すると、その2次関数の部分、これね、これが y イコール x2 乗ですよっていう。だからみんながもし試験の時だったら、1問目解いて使わない情報を消してみたいな感じでやってくれればいいんですけど、ちょっと今説明上2個書いてありますけどね。で、あとが x 軸上に、x 座標がマイナス3の点 A を取る。つまり、こいつの座標がマイナス3、x がね。で、y 書いてないけど、x 軸上にあるって分かってるんで、0っていうのは分かります。つまり、これはマイナス3の0です。で、そこ通る、正の傾き正、右上がりの、これが L。で、それぞれの交点、B は負の方だよって、C が正の方だよっていう指定があるんですけど、情報としてはこれで以上です。ただ、地味に大事なのが、最後の1行の、ただし、座標軸の単位の長さを 1cm としますっていう。これは答えるときに単位をつけて、cm の単位をつけて答えなよっていう指令です。だから、これ無視してしまうと、×もしくは減点になりますので気をつけてください。よし、1番行きましょう。で、1番がまず点 B の x 座標がマイナス2って言ってくれてるので、まあ B の x 座標がマイナス2なんです。こう。ちょっと1番今回青で行きますね。だから、B のところ、ここマイナス2って書きます。ちょっと太いな、これ。で、Y も、Y 座標も出しに行きたい。どう出すかっていうと、B は、ここですよね。この、Y イコール X 2乗の上に乗ってるので、上に乗ってるってことは、これ代入して OK なんです。X にマイナス2をね。で、代入すると、マイナス2の2乗、カッコつけてね、こうなる。つまりこれ4ですよね。だからここは4ってすぐわかります。こうやってね。で、その後に三角形 BOD。つまり、ここでちっちゃくてごめんね。ここを出したい。ちょっと大きくしましょうか。こういう状態です。で、今 B がマイナス2の4ってわかりました。これは、こっからマイナス2の4っていうこと。いいね。マイナス2の4です。つまり、この三角形、ここが高さになるんですけど、ここの長さが2っていうことが分かります。今、座標ではマイナス2って来たんですけど、長さにマイナスはないので、長さは2って判断します。つまり高さが2だね。で、あとはここの底辺の長さが欲しい。ここですね。ここの長さ。で、これは D の座標が分かれば自動的に出せる。じゃあ、D の座標を出すにはどうするってなったら、L の直線を出せばいい。ごめんね。で、L の直線出すためにはどうするってなってると、B と A、通ってるよね。通ってる2点の座標が分かってるので、じゃあそれ使って出そうかっていう感じです。で、2点が分かってるときは、多分傾きから先に出す方もいると思うんですけど、自分連立使って出す方が好きというか、いつもこっちでやるんで、これでいきますね。L は直線です。だから y イコール ax プラス b と置きます。置いて、で、まずどっちか行こうか。こっちか行こうか。マイナス2の4。これに代入します。
y が4だから 4x が -2 だから -2a プラス b です。でもう一回 -3 の0も代入します。0 -3a プラス b で、なんで連立でやっちゃうかっていうと、このタイプ b が絶対に揃うんで、引き算したらいいよねって、数字合わせたりしなくていいから楽なんだよね、連立方程式の中でも。で、引き算すると、ここ4で、ここは a ですね。つまり a イコール4ってこれで出ました。で、これをどうしようか、下の式に入れようか。 a のところに4入れると、0イコールマイナス3かける4プラス b で、これ解いてもらうと p イコール12、あ、 b イコール12ってなります。つまり l の直線の式は y イコール 4x プラス12っていうことがわかる。で、これが何がわかったかっていうと、切片はプラス12です。ここは12ね、切片12だから、この d のここの座標が0の12ってことがわかりました。これは原点からここまでが12ってことです。つまりこれが12なんです、底辺がね。だから面積、底辺かける高さで、三角形だからかける2分の1もしくは割る2してもらって、解くと12で、さっきも言ったようにセンチメートルを使います。今面積だから平方センチメートルにして、これで終了と。最初にもね、話しましたけど、1番にしてはちょっと難しい方です、これは。方なんですけど、数学が苦手な方も、これはね、解けるようにしてほしいです。よく出てきます、この面積の問題ね。さあ、2番です。こっちは難しいです。割りかしね。で、今、使ったこの B がこれって書いてありましたよね。これは、1番に書いてある情報なので、2番では使っちゃダメです。だから、みんなが実際受験やるとき、今解きましたと。ここは消してください。L もダメです、ここ。これを元に使った情報なんで、これとこれだけ、もともと書いてあったやつね、だけ使っていきます。で、今回書いてあるのが、AB 対 BC が1対3です。ちょっとね、図で分かりやすいように大きくしちゃったんで、1対3になってないんですけど、ここの辺の比ね。AB 対 BC が1対3。これだけを使って BC の長さを出すという問題です。で、これはですね、絶対ではないんですけど、中学校の範囲で、この関数で比が出てきた時は、割かし相似を使うことが多いです。絶対ではないけどね。で、どう使うかっていうと、こっからまっすぐ下に垂線を下ろします。こうやって。ちょっと曲がったらごめんよ。こうやってね。で、下の部分ね、あれ、ここに D あったもんね。じゃあここに E と、ちょっと F 使おうか。で、こっちに書き出しましょうか。左側で三角形 ABE、この左側ね、と大きな方 ACF。で、本当はもっと大きいんですけど、許して。こっちか。ACF と。で、この2つの三角形相似です。なぜなら右下90度共通ですよ。共通というか同じですよね。で、 A の部分、ここは同じ角度なんで共通使ってるから、2組の角度がそれぞれ等しくなる、つまり相似になってると。で、今確認していくと、ここ AB が1ですよね、比で言うと。比の時は丸とか印つけてくださいね、長さと区別するために。で、 AC はこっからここなんですけど、1と3足して4ってして OK です、これは。同じ比のことを考えているので。だから1対4なんです。で、何が言えるかっていうと、こいつら相似なんで、下も1対4だし、右も1対4になってるんです。長さがね。で、これをうまく使っていきます。で、BC を出すために、今、B をですね、文字を使って置くんです、この座標を。ここね。で、どう置くかっていうと、X 座標、文字使うんだよね。で、自分 T が好きなんで T 使っちゃいますけど、T の2乗って置くことができます。これは、X を自分で T って置くことで、B がこの上にあります。ね。だからさっきと同じ。X のとこに T を入れると、Y イコール T の2乗ってなる。これは、Y 座標が T の2乗ですよって言ってるんで、こう置くことができる。いいかな？
で、こう置いたことで何がわかるかっていうと、こうです。あ、ごめん、これね、そう、t って置いても解けるんですけど、多分あれかな。こう置いた方がわかりやすいかも。これね、自分はね、t で言っちゃったんですけど、多分説明上こっちでいきます。何かっていうと、今、b って左側にあるんで、x 座標、負なんですよね、絶対に。だから、負ってわかってるから、こうやって置いてしまう。ただし、こう置いたことによって、t は絶対に正になんなきゃいけなくなります。なぜかっていうと、t がもし負になってしまうと、マイナス2とか、なっちゃったら、マイナスマイナス2なんで、プラス2になっちゃう。そうすると右に行っちゃうんだよね。ありえない、それは。だから、こうやって置いてください。で、マイナス t って置いても、2乗したらこうなるからさ。こうやって置きます。こっちの方がわかりやすいかな。で、自分は t って置いて、t が負って決めていきました。それでもいけます。解けるんですけど、ちょっとこっちで行きましょうか。で、何がわかるかっていうと、今これ、マイナス t の t の2乗です。マイナス t の t の2乗。つまり、ここの長さ t の2乗なんです。ここね。で、さっきも言ったように、長さは1対4。つまり4倍だから、ここ、これの4倍で 4t2 乗なんです、長さ。1対4だからね。ってことで、c の、これ入るかな？ちょっと右足かったかな？ギリだね。C の、ここね。つまり、Y 座標が 4T2 乗っていうことが分かります。そこね。で、さっきと逆で、Y 座標が分かってる。でも、Y イコール X2 乗の上に C は乗ってるから、代入して OK でしょ。で、さっきと逆で、Y に 4T2 乗入れます、今度。で、X 分かんないから、その X2 乗って解いてあげる。で、右辺の辺ちょっと丸々入れ替えて、ちょっとめんどくさいんで、こっちに書いちゃいますね。こうなって、x、まあ、2乗取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつきます。こうやって。4t2 乗っていうのは、結局 2t の2乗なので、こうなりますよね。で、ルートが外れて、2乗消してね、ルートが外れるから、2t が出てきます。で、ここで大事なのが、今 x イコール、プラス 2t とマイナス 2t2 つあります。どっちだっていうね、ここが。これが大事。で、結論から言うと、ここは 2t なんです、これ。マイナスの方を使っちゃダメです。なぜかっていうと、t が正だから。t が正ってことは、もちろんマイナス 2t になったら、それは負になります。c は右側なので、負になっちゃいけないんです。だから今、x 座標は 2t の方を使う。で、さっき言ったように、自分はね、解いた時はここ t って置いたんです。t を負って決めて。で、解いていくとこうなるんですけど、t を負って置いてしまったので、この部分は、マイナス 2t の 4t2 乗となります。なぜなら、t が負だから、マイナスに出ればこれがプラスになるでしょ。いいかな。まあ、そこはちょっとね、どっち使っても構わないんですけど、まあ、こうなると。で、これでやっと、b を文字使っておいて、そっから巻き込んで c を、t を使って置きました。で、なんでこんなことやってきたかっていうと、結局はですね、AE と AF 出したいんです。t を使って。で、まず AE から行きましょう。ここです。ここ長さ。で、これ、A と E ありますよね。ちょ、E 書いちゃおうか。E の座標が、ここ。これね、上からまっすぐ下に下ろしてるんで、X 座標同じです。まっすぐ下ろしてるから。つまり、ここは、マイナス t の0なんです。E。で、C、F も同じ。まっすぐ下に下ろしてきてるから、X 座標 2t。こっち0ね。こうなる。まあ、これはわかると思います。まっすぐ下ろしただけなんで。で、今、ここの長さを出したいんですけど、基本的に、右の X 座標から左の X 座標を引いてください。文字が入ってても関係なし。右の X 座標から左を引く。つまり、右の X 座標からこれを引くので、これマイナス t プラス3になります。こっちマイナスマイナス3だからね。で、af も同じです。右から左を引くから、2t からマイナス3引いてプラス3とこうなります。今回使わないですけど、まっすぐ縦の長さ求めたいときは、上の y 座標から下の y 座標を引いてください。こうやって使うときはね。で、なんでこんなことしたかっていうと、最初に戻ります。この AE と AF も1対4ですよね、今ね。全部。つまり、これ下入るかな？行こうか。AE 対AF が1
対4なんです。で、こっち1の方がマイナス t プラス3。対右が 2t プラス3です。あとこれ解きます、比を。で、比は中中外外で解くことができるので、まず中中行きましょうか。マイナス 4t プラス12イコール外外。うん。2t プラス3。で、これまとめるとマイナス 6t イコールマイナス9。マイナス6で割ると t イコール2分の3となります。ちゃんと t が正を満たしてるんで、これ OK だと思います、t はね。でもこれまだ答えじゃないです。出したいのは BC なんで、結局。で、t が分かったことによって、b も e も f も c も全部の座標が分かります。2分の3入れればいいだけなんで、ここマイナス2分の3でしょ？これ2乗するから4分の9。で、ここも、マイナス2分の3とか、もうこっちも分かるんですけど、まあ、そうやって崩して分かると。で、BC の時は、まあ、ここの三角形無理やり使ってもいいんですけど、結局、ここの長さを求めて、それを3倍すれば BC じゃないですか。だから自分はそっちでいきます。いいかな？ここを求めます、ここ。で、もう一回書こっか。長いですね。こうなってる。A、B、E かな？文字いっぱい使うとあれなんですけど、X 使っちゃっていいかな？長さだから。これ X にします。AB のところ。で、ここの長さ。BE はこの長さ、高さなんで Y 座標と同じだから、ここ4分の9です。ここね。で、ここの長さは、右から左を引くから、マイナス2分の3からマイナス3を引いてこうなる。3を通分すると2分の6。つまり、ここの長さは2分の3になります。これで三平方の定理使います。分数でね。斜辺。滑り台のね、斜めのところの2乗は残ったやつの2乗を足したものだから、4分の9足すこれを2乗して16分の81。16に通分します。4かけるから16で36で x2 乗イコール16分の117。2乗を取る代わりにプラスマイナスルートを引きます。で、ルート16は、下は4ですよね。ルート16なんで。で、ルート117は覚えておくといいかなと思うんですけど、117って 9×13 なんですよ。で、9使ってるから、3ルート13になります。ただし、これ気をつけなきゃいけないのが、これ AB にまだね、出してんの。で、長さにマイナスはないから取っちゃいます、これ。プラスでいいからね。で、さっきも言ったように、ラスト。BC は、この AB の3倍なので、これに3をかければいいと。これも答えから言っちゃうね。3かければいいから、4分の9ルート13。で、忘れず単位ね。指定されてるから。入ったか？あ決まらなかった。曲がっちゃったからね。ちょっと待って。こういうとこね、決めたいっすよね。持ってない。よいしょ。4分の9ルート13センチメートルと、これで終了となります。まあ、こんな感じで、まあ、絶対じゃないんですけど、比を使うとき、まあ、関数でね、比がコラボしたときは、わりかし相似を使うことが多いので、こんな感じで、この三角形で相似でいくと。で、もちろん、B と C、それぞれ S と T とかって使って、文字を使って解いてもいけます。ちょっと無理やり力技で持っていけるんですけど、基本的には文字は少ない方が楽なので、これ使おうと思ったら、ちっちゃい方の三角形に使ってください、文字は。例えば B と C どっち置こうかなって思ったら、ちっちゃい三角形でいきます。なぜなら、大きい三角形で文字使ってしまうと、それを縮めることによって、分数が出てきちゃうんですよ、結構。割かしね。そうすると、早い段階から分数っていっぱい出てきちゃうと、計算ミスしやすくなってしまうので、小さい三角形の方で文字を使って、ちょっと頑張ってみる。っていう感じで、ぜひね、解いてみてください。では、ちょっと長くなっちゃったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、引き続きね、関数シリーズとか、あと別の受験対策も取っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。